これで高畑くん以外の全員が揃ったわけだね。はい、完全復活まであと少しです。高畑くんほどの実力者なら、それに佐伯先生たちも。ああ、そちらは雪乃さんなどの情報を待つとして、今は先に進むべきでしょう。蓬莱町、最後の柱のある場所だね。あと一つで塔の前の結界も解けるって話だしな。ひとまずそっちを目指した方が良さそうだ。それは賛成だけど、それとは別に気になることがあるんだけど。あ？うん、しおり、君の幼なじみのこと。確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの？それは。こっちゃん、お願い、早く町から逃げて。わからねえ、今は。コウ君、うん、まあだけど私、君がちゃんとしてくれないと。それは。ああ、もちろんだ。他ならぬあいつの話だ。だから少し待っててくれねえか。うん、それならよし。リオンちゃん、まあとにかく今は動いた方がいいんじゃない？ええ、高畑君たちの情報も準備を済ませ次第、蓬莱町の柱に向かいましょう。何よこれ。グリードの群れ、まるで百鬼夜行です。とにかく片っ端から片付けるぞ。やっかた、しっかり回復ノブ。どうやらさっきので最後みたいだな。まさかここまでの数が徘徊しているとはね。もともと
陰の気がたまりやすい場所だけど。コウ君、無事だったかい？ハマさん、それに質屋の綺麗に掃除してくれたもんじゃの。お前さんたちに任せて正解じゃったわい。どうやら私たちが来るのを予想されていたみたいですね。ああ、雪乃さんから先ほど連絡があったからね。他の住民たちも屋内になんとか身を隠しているよ。ですが、安心するのは早いでしょう。多分あの柱を止めないと。え、私たちが必ず止めてみせないと。二人ともしばらく建物に隠れててください。わかった、どうか。任せたぞい。準備ができたら早速突入しましょう。こいつはまるで地獄みたいな強力なグリードの気配もかなり感じるわ。やれやれ、最後の柱だけあって。うん、でも腹をくくるしかないよ。本番前の最後のリハーサル。おお。今までの迷宮の中でもダントツで手強いんじゃねえか。やっぱりグリードの力が相当強まっているようですね。森宮氏が完全な異界に近づきつつある証拠なのかも。この気配は、気をつけて。こいつら、落とし子の時の地竜2体に炎と霊の精霊。ちょっとサービスすぎじゃない？この戦力だと無理ゲーっぽいんだけど。気合を入れろや。この声は潮先輩、佐伯先生、それに、いよいよ見せ場だな。特攻隊長魂、今こそ見せてやる。うらぁ。僕と聞くわけないじゃん。いえ、聞いています。くらえや。霊木を削った木刀と性別された銃弾、なんか無茶苦茶なんですけど。待たせたな。このまま一気に片付けるぞ。あ、塩先輩。ったく。
おっとっと。なんとかここまで踏ん張ってきたようじゃねえか。上出来だぜ。しよう先輩。まったく、あのタイミングで登場って。あ。うわ。ちゃんと肝心なところで男を見せたみてえだな。まあもう、そういうノリは趣味じゃないんだってば。高畑先輩らしいというか。やっぱり親分肌なんだ。特に後輩さんへの面倒見はすごくいいんですよ。こら北斗、いい人っぽく語るんじゃねえ。シオさんも相変わらずその人に弱いんだな。まあそんじょそこらの男じゃ太刀打ちできねえだろう。しかしまさかあんたたちまで来てくれるとは。一体どういう成り行きなんだ。ああ、俺は入ってた幹部秘書が化け物の襲撃に遭っちまってな。ヤバかったところをシオさんたちに助けられたんだ。ちなみに秋が持ってる木刀は太蔵爺さんが提供したもんだ。察しの通り霊木を削ったもんで。獲物が効くんだったら化け物なんざ目じゃないっすよ。で、俺は高畑とこっちの先生に声をかけられてな、この森宮で化け物どもと戦う戦力を整えてたってわけだ。高羽組とは改めて同盟を結ばせてもらった。性別された銃弾の在庫があったから。ま、そちらのガトリング砲は国防軍の提供じゃないな。どこから持ってきたか野暮なことは一個なしだぜ。なんと言いますか、さすがにガチムチすぎでしょ。でも一気に頼もしい戦力が増えたというか。この状況を打開できる光明が見えてきたかもしれません。そうですね。ですが今はとりあえず柱を片付けてしまいましょう。ああ、一応宗介氏や北斗会長からも話を聞いている。そのために火星に駆けつけたようなものだからな。まあ、せっかくこうして XRC が揃ったんだ。再会祝いにとっとと柱を停止させてやるとしようぜ。話が早くて助かります。ああ、二人がいてくれたら百人力だぜ。よし、だったらこの先はお前さんたちに任せた。こっちはブレイズの小僧どもと近辺の雑魚どもを一掃しておこう。塩さん、お前らもしっかりな。ああ、任せてくれ。お前らこそ遅れを取るんじゃねえぞ。さて、こちらにはまだ余裕がある。先導は俺たちに任せてもらおう。残り半分。ああ、やっぱり出やがったな。柱の守護者かなりの力を蓄えている。これまでの2体と同じとは思わない方がいいでしょう。正念場だ。腹をくくるぞお前ら。制圧を開始する。行くぞ XRC。 おう。
助かった。交代しますね。輝け今時のマダンス。よし結界よ。もしかしてコウ君たちが守備よく言ったようじゃの。これで塔への道が開けたはずですが、でもなんだろう、嫌な気配を感じたい。ええ、膨大で無数の力が現れたような感覚。多分塔方面からだわ。そいつは、改めて状況を確認する必要がありそうだな。
とりあえず一旦俺も学園に立ち寄らせてもらおう。お前たちも戻るんだろ。ええ、そのつもりっす。なら秋や後藤の旦那にも声をかけといた方が良さそうだな。うわぁ、なんか妙に眠いっつうか。って時間的にはもう夜なんだっけか。ったく、空があんなだと。かん、亮太、千鶴、どうした？中に入ってろよ。差し入れよ、差し入れ。昼だってあんなに無茶したんだし。こんくらい無茶でもなんでもねえさ。あいつらも頑張ってんだ。こんくらいは男を見せねえとな。漆黒の天使の軍勢、結界が解けたってのに。巨塔に備わっていた第二の防衛システムでしょう。まるで侵入者を徹底的に拒絶しているかのようね。全方位に隙間なく展開して穴はありません。地天使クラスも数十体。あんなのが、私の時だってあれだけ手こずったのに。突破できる可能性は限りなく低そうだね。せっかくみんなが頑張って結果、確かに厳しいかもしれねえ。だが道が閉ざされても何としてもこじ開ければいい。俺たちはいつだってそうしてきたはずだ。先輩、コウ君。ああ、諦めんのはまだ早いぜ。後藤さんや秋たちにだって協力を取り付けてるわけだからな。国防軍特戦部隊イージスも全面的に協力させてもらうつもりだ。なんとか成功率は上げられるだろう。無論ゾディアックの部隊も全力でサポートさせていただき、まさしくこの地に集う総力を結集できるはずだ。必ずや諸君を党に送り届ける。おじい様、京花さん。心強いです。だったら僕も手伝わせてもらうよ。ジュン、動いて大丈夫なのか？ああ、だいぶ回復したから明日には戦線復帰できるだろう。それにいつまでものうのうと休んではいられない。オルデンの騎士として、何よりコウたちの友人としてね。小日向くん。たく、頼もしすぎるだろ。なんだかやれそうな気がしてきました。確かに連携次第で戦力は。スピカだってそうだし。結界が消えた今こそが唯一無二の機会かもしれません。確かにここが正念場でしょう。ええ、こうしている間にも第二の最悪は近づいています。できれば明日中に何とか決着をつけるべきかと。とにかくこれが正真正銘。みんなで考えてみようぜ。一応行動の方に仮眠所が作られたんだったか。作戦決行は明日。そういえば他の連中は何をしてるんだろうな。適当に回って話しかけてみるか。おやすみなさい、時坂くん。
五郎先生、こんなとこで一服してたんすね。時坂か。おっと、悪いな。学園で吸うつもりはなかったんだが、喫煙者の悲しい佐賀ってやつだ。こんな状況ですし、なんつうか思ってたよりもヘビースモーカーだったんすね。やめようと思えばいつでもやめられるんだがな。国防軍に入ってからだから、双葉が生きていたら。もしかしてその腕時計って。ああ、大学の合格祝いに10年20年と使い続けることで、そんな願いを込めていたな。なんだか甘酸っぱいっすね。我ながら可愛い時代もあったものさ。だが結局あいつに渡した時計は、多分俺自身の時間とともにな。五郎先生、俺は双葉を救えなかった。だがお前はまだ間に合うはずだ。たとえ何に迷っていようとも、立ち止まりさえしなければ。正直何とも言えないっす。先生と違ってそんな俺に。だからこそ成し遂げられることもある。さっきの落とし子の討伐作戦のようにな。お前たち XRC があの日に止まってしまった俺の時間が。だからもしお前が立ち止まってしまった時は、国防軍である前に森宮学園の臨時教師。臨時教師は偽装だったんじゃないんすか。爽やかなふりして、相変わらずスパルタで。軍人だろうが、やっぱり五郎先生は五郎先生っすね。お前たちがそう呼んでくれる限りはな。頑張れよ時坂。俺がかつて失った時間。わかりました、俺なりになんとか頑張ってみるっす。時坂君。生徒会室へようこそ。眠れませんか？そういうわけじゃ。京香さんからの市内の調査報告書に目を通しているんです。さっきのミーティングで作戦概要は大方決まりましたが、あらゆる状況を想定して万全を期して臨む必要がありそうですから。なるほど、確かにそうかもしれませんね。さすがは美月先輩っつうか。今日は堅苦しい話はこれくらいにしましょうか。そろそろ一区切りつきそうですし。あ、美味しいっすね。爽やかなレモンの香りがするのに酸味もほとんどなくて。レモンバームの買い置きがあってよかったです。心を落ち着ける効能がありますから。すみません先輩、日頃からいろいろと気遣ってもらっちまって。そんな、私の方こそ皆さんの存在に、特に時坂君には、どうしてか普段言わないような弱音まで聞いてもらうことが多いですし、だから今日は私の番ですね。時坂君には本当に感謝しているんです。それぞれの立場やしがらみを超えて人は支え合うことができる、それを私に教えてくれましたから。美月先輩、私では力不足かもしれません。でもそっと寄り添ってそばで支えてあげるくらいはできると思っています。ゾディアックの立場以前に、この学園の生徒会長として何よりも北斗美月個人として、私を支えてくれた時坂君のできる限りの力になりたい。恩に着るっす。なんとか自分自身で答えを出してみせます。だからもう少しだけ見守ってもらってていいっすか。俺がそこへまっすぐにたどり着けるように。わかりました、
時坂くんなら大丈夫。きっと最善の道を導けると信じていますから。お茶の続きにしましょう。好きなだけゆっくりして明日の英気を養ってくださいね。そうさせてもらいます。ああ、コウ君。悪い、邪魔しちまったな。別に邪魔だなんて思わないけど。でも君、私が一人で歌ってる時によく現れるわよね。さては最初から追っかけしてくれてたとか。偶然だ偶然。しかし相変わらずいい歌だよな。ウィッシュウィングか。君たちのおかげでこの曲を口ずさんでいると。そうか。そういや他のスピカメンバーは巻き込まれてはいないんだよな。うん、それは大丈夫。みんな自宅は森宮じゃないし、タワーでのイベントもなかったから。頑張らなくちゃね。もう一度みんなと会うためにもスピカの歌で世界中の人たちを元気にする。私たちはそう誓ったから。相変わらずのスポコンツーか。そうだな、俺も信じて頑張らねえと。おい、ごめんね。私、君に本当は私の歌で勇気をあげたいけど、しおりのことだって。そんなことねえよ。お前と知り合ったおかげで今まで興味なかったアイドルのことも、段陰で頑張ってるお前の姿に。コウ君、昼間だってちゃんとしろって。そんな風にいつも通りの久我山リオンでいてくれよ。俺をファンにしたのは。そうね、自分にできることなんて私が一番分かってたはずなのに。鈴木、歌ってもいいかな今度は、コウ君。ありがとうよ、しおり。あいつは昔から気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからもそれだけは変わらなくて、あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない。あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時。なんでこんな記憶を。父ちゃん、しおり、一体どこから。幻聴、もしかして手紙か。こうちゃんへ。こうして手紙を書くのなんて突然ごめんね。なんだか急に書きたくなったの。渡すつもりはないから、変なことを書いちゃってても許してね。こうちゃんは小さい頃からずっと家も学校もどこへ行くにも一緒で、困っていたら今までも、そしてこれからも、そうだったらいいなって、時々なんでかすごく不安になるんだ。それは絶対に叶わないことなんじゃないかって。おかしいよね、誰に言われたわけでもないんだけど。でもね、こうちゃん、私がこうちゃんを大好きなことだけは、たとえ離れ離れになっても、たとえ生まれ変わったとしても、私は絶対に。だってそれは当たり前のことだもんね。もしこうちゃんがこの手紙を読むことがあったら、私はいつでもこうちゃんと一緒にいるから。何が起きても私の真ん中には。手紙はこれでおしまい。また明日、いい日になるといいね、しおりより。しお
どうしてこんな手紙を。まるでこうなることが最初から分かってたみてえに。だけどありがとな。俺もお前と同じだ。俺は自分で思ってた以上にどんな時でも変わらなかった。幼馴染のいつも通りの笑顔に。だったら何が何でも待っていてくれ、しおり。しおり、確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時。何もできなかったんだ、あの時の僕には。何もなんだよこの夢は。休まないと明日に触りがあるわよ。ああ分かってるさ。夜って感じじゃねえからなんとなく眠れなくってな。意外と繊細なのね、なんて言いつつ私も似たようなものだけどそっか。パンドラ、最悪の箱。つくづくとんでもない代物だぜ。見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるし、柊は今までここまでの事件を担当したこと。うん、さすがに初めてね。正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわ。ってベテランだったらこんな事件も解決できるのかよ。まあさすがに簡単には難しいでしょうね。その意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれない。思いの強さ。ヒイラギは聞かないんだな。ええ、それはあなた自身が解決することでしょうから。まあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし、本来なら事件を解決するために。お前が言うと全然冗談に聞こえないんだがもちろん冗談よ。催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく、人の心の奥底はその人にしか。それでもそのスキャンって試した方がいいんじゃねえか。え、どうも俺は自分の中にあるはずの時坂君。バカか俺は。ただの泣き言じゃねえか。どこまで柊に甘えるつもりだ。桜の散りかけだったかしら。私と時坂君が本当の意味で出会ったのは。え？どんなに遠ざけてもしぶとく諦めずつきまとって。素人の仲間までノリでどんどん集めてきて、今までネメシスで培ってきたスタイルをか、あのガード下で出会ったのは正直。それはなんつうかすまん。でも今はそれでよかったと思ってる。それまでの私は頑なで、だけどこの森宮の異変に関わって、そうして私は本当の意味で私として成長することができた。 XRC のみんなと時坂君。時坂君の問題も同じ。でも
これだけは忘れないで。私は、ううん、私たちはいつも見守っている。ソラちゃんに、篠宮美月さんに、高畑先輩、リオンさんに、トア先生も、そして伊吹くんに、小日向くんに。きっとあなたが、あなただけの答えを見つけるのを。ヒイラギ、やっと分かったぜ。俺は目が冴えて眠れなかったんじゃね。このまま眠るのが、明日が来るのが怖かったんだ。明日が来ちまえば、多分それがどうしようもなく怖かったんだ。時坂君。だが、明けない夜なんてないんだよな。前に進むための勇気は。ありがとう、ヒイラギ。おかげで今夜はなんとか眠れそうだ。どういたしまして。時坂君、明日は時坂君か。知り合ってから3ヶ月。言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうか。なんなら今から下の名前で呼んでもいいか。ええ、私も同棲相手ならファーストネームで呼んでるし。そんじゃアスカ、これでいいか。ええ、コーク。別に呼び捨てで構わねえぜ。そうね。ちょっと待って。まさか恥ずかしがってんのか。そうみたい。ステイツにいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど、日本語で男の子相手だと。ちょっと笑いすぎよ。たく、さすがに反則っつうか。ま、呼び方なんか今さらどうだっていいだろう。俺も今まで通りにしとくか。ううん、せっかくだし呼び捨てでいいわ。その悪くない感じだし。え、なんでもない。全ては明日、頼りにしてるわ、時坂君。ああ、俺もだ、アスカ。改めて本日の作戦を確認させていただきます。アングレカム、高羽組、ブレイズは第一陣として、漆黒の天使たちの軍勢を左翼、右翼に引きつけてもらいます。そのまま第二陣としてオルデンの刻印騎士と格好撃破を行っている隙に XRC メンバーを乗せた防弾、そしてパンドラに突入して一気に元凶を食い止める。なるほど、高羽組、承知したぜ。派手にやれそうだし、みなぎってくるじゃねえか。ブレイズも了解だ。ちなみに車両の運転は佐伯さんさんにお願いしています。結界術でも強化しますから、かなりの無茶も可能でしょう。ああ、必ずやお前たちを塔まで無事届けてみせる。イージス一同もどうか全力を尽くしてくれ。はっ。ゼロ号部隊の使命、必ずや果たしてみせます。ジュン、傷の方はもういいのか。ああ、僕も出し惜しみはなしだ。刻印騎士としての全力を。おお、大した気合だな。さすがに期待せざるを得ないわね。
ええ、元猟犬として私も負けられませんね、京華さん。よろしく頼む、京華君。森宮の、東京の、そして日本の攻防、この一戦にあり、各自よろしく奮闘を頼む。ああ、そして XRC 諸君、本作戦の要は君たちにある。作戦開始まで英気を養い、万全の準備を整えてもらいたい。はい。しかしまさかこの車で突入することになるとはな。何気に防弾だったんだね。一応特注品ですね。最高時速もかなり出ますし、強行突破にはもってこいかと。せめて運転くらいは手伝いたかったけど。とはね、無理すんなって。ここまで作戦立案を手伝っていただけただけでも。各戦力の効果的な配置に、国防軍の参謀本部あたりに引き抜きたいくらいですよ。佐伯先生も冗談ばっかり。もう五郎先生、正体がバレても余裕なのは変わらないわね。五郎先生、改めてよろしく頼むっす。 XRC の副顧問として。今さらそんな肩書きをつけられるとは思わなかったが、了解だ。せいぜい最後まで活動に付き合わせてもらおう。作戦決行は正午、まだ時間的な余裕はあるわ。それまでに街を回って。多分これが XRC として悔いは残さないようにしようぜ。はい。まあ、ラス弾突入前のどこかで最後の肩慣らしをしてもいいかもしれねえな。どうか気をつけて。私は XRC の物質で着…ああ。それでは。状態って感じだね。純、
あそこまでだったのかよ。ええ、さすがは刻印騎士ね。高羽組やブレイズもなかなか踏ん張ってやがる。イージスと強化さんたちもうまく連携できていますね。ああ、そろそろ頃合いだろう。ちょっとあれ、テインによる強襲。側面からか。何今の武術。じっちゃん、トワネーニ、リョータも千秋先輩に前部長、学園の皆さんまで。やれやれ、間に合ったようじゃの。顧問として最後にこのくらいはね。こっちもこの木刀が回ってきたんでな。こう、しおりちゃんを絶対に取り戻してこいよ。ああ、任せとけ。こちらの金物屋のご主人に、ソラ、精一杯やってきなさい。はい。さあ、行くがよい。みんな、どうか無事に戻ってきて。はい。発進する。結界を展開します。ヒュン、やるじゃない先生。僕との結界もさすがに堅固なもんだ。うん、このまま行けば。あいつは落とし子か。お嬢様、ここからじゃ。今のは電子ミサイル。待たせたね、諸君。この声ってミクリアさん？例の計画用に密かに用意していた切り札でね。さあ、行きたまえ、君たちの花道。男を見せるじゃねえか。あんな戦闘ヘリ。左門項目がまた増えそうですが。だが助かったぜ。ああ、このまま行くぞ。
やりやがったか。さすが塩さんたちだぜ。お嬢様、皆さんもこう、君たちにこう、やったか。みんなどうか無事で。こう、我が孫よ、すべてを受け止め前へと進むのじゃ。ここがあの塔の中。完全に別世界だね。最悪の箱。とりあえずたどり着けたか。でも最後のアスカのあれ、肉体そのものに刻まれるという聞いていた以上でしたね。しかし体の方は大丈夫なのかよ。今まで貯めてきた貯金を一気に使い果たしてしまったけど。よくわからねえが。こう、じゃあ、しおり。嘘だ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 。まさか調子でも悪いのか。いや大丈夫っす。四つの回廊か。森宮基地の要塞と似たような仕掛けらしいな。ええ、手分けして進む必要があるでしょう。この箱の採用に潜む。分かった。もう言葉はいらない。これが俺たちの正真正銘。各自4チームに分かれて。ああ、行くぞ。俺たちの未来をつかみ取るために。ええ、持てる力の限りを出し尽くすわよ。道が開けたようね。他のルートのみんなも。ああ、俺たちも。うお、ちゃん。待たせたな。どうやらこの先にいるみたいだな。全ての元凶が。コウ君、
覚悟できたみたいね。ああ、いくら目をそらしたって真実が変わるわけじゃねえ。とにかく言って、向き合って、それからどうするか考えりゃいい。時坂くん。先輩一皮むけたみたいだな。至ったみたいだね。出た異界の子。あれが噂に聞いた。何この子、めちゃくちゃ可愛くない？そうか、ずっと俺たちを見ていたみたいだな僕は観測者だからね。この街が隔絶された時から、いや、そのずっと前から。全てって観測者君たちならきっとここまでたどり着くと思ってたよ。けれど、至ることと乗り越えられることは別だ。明日をつかめる権利を持つのは。今さら言われるまでもねえさ。いろんな人に手伝ってもらって、それを含めての俺たちの力だ。レム、お前もそうだ。お前がこいつを渡してくれなきゃ、そもそもここまでたどり着けなかった。だから一応感謝しとくぜ別にそれは僕があげたわけじゃないけどね。では最後まで見守っているよ。因果の果てに君たちがどんな力を示し、消えたか。かわいかったけど、相変わらず思わせぶりでしたね。まったく、結局さあな。でも私たちの背中を押してはくれているみたい。まあ、泣いても笑ってもこれが最後の道行きだ。準備を整えたら。
予想はしてたけどさ。これが箱の中身ですか。その様子だと全て分かっているみたいね、自分が何者なのかを。うん、全部分かってる。今までみんなに私が本物のしおりじゃないことも。本物のしおり先輩じゃない。どういうこと。10年前、しおりは亡くなったの。瓦礫に押しつぶされて、こうちゃんの目の前で。の時、こうちゃんと私は崩れかけていた街を逃げていた。赤い空の下、断続的に揺れが続いている中でも。こうちゃん、よかった。俺が手を離しちゃったから。待ってろ、大人の人を呼んでくるから。こうしおり。嘘だ。心残りはなかった。何よりもこうちゃんが無事で。でも死の直前で、あの時手を離さなければ。そんな風に自分を追い詰めて。だから最後に願ったの。全部嘘でありますように。それを聞き届けたのは大勢の力のある人間たちが、死に物狂いで何とか討伐して、因果を歪める力を持った夕闇の使徒と呼ばれる。いいだろう。その力ある怪異は、そしてその思いと融合して、しおりが死んだ事実をなかったことにする。森宮の地における因果を操作し、しおり、そんなのって。因果率の操作、ありえないって。やりきれねえ話だな。なんとなく悟っちまってはいたけどよ。それでも幼馴染相手に。ったく、もうちょいオブラートにくるんで明かせねえのかよ。だって私は、だからこんな残酷なことも平気で明かせちゃうんだよ。これから世界の全部を変えちゃうみたいに。それはまさか森宮以外の地も巻き込むつもりなのね。正解だよ。この10年間私は嘘をつき続けてきた。倉敷しおりが死ななかったっていうちっぽけだけど大きすぎる嘘を。でもそれが事実になるのはあくまで森宮の地においてだけ。森宮以外では倉敷しおりは10年も前に亡くなっている。そしてこの10年でネットワークは飛躍的に発達し、しおりが生きているという祖母は説明のつかない矛盾を増大させ、それが今年に入ってからその矛盾を解消するには森宮以外の因果も操作するしかない。たとえ東京を、日本のすべてを。ありえねえだろう。でもああ、そのための箱というわけか。ええ。
一度開けばそんなことは認められない。正直あなたの気持ちは痛いほど理解できる。大切な人のために嘘をつき続ける覚悟も。でもだからといって、アスカ、アスカ先輩ヒイラギさんなら。それじゃあ始めようか。言っておくけど簡単に勝てるとは思わないでね。なんてオーラ。トリプル S 級の力か。勝手に話を進めんなよ。時坂君。こうちゃん、さっきから聞いてりゃ、しおりもアスカも結局ガキの頃の俺が勝手な罪悪感で壊れかかったのがそもそもの原因なんじゃねえか。その当事者を放ったまま話を進めんじゃねえよ、コウ君。あのね、もうきっかけがどうとかじゃないんだよ。言ったでしょ、倉敷しおりは私という嘘が消えるか世界を飲み込むかの。だからこうちゃんは黙って。俺は今まで目を背けてきた。お前を失った喪失感をごまかして。だがそれが嘘だったとは思わねえ。割と好きだしな、バイトでいろいろな経験をするのも。お前が自分のことを嘘だというのは勝手だ。だが俺にとって、おじさんやおばさんにとって、お前の友達や問わねえや。目の前にいたしおりは嘘じゃないし、お前自身にだって否定はさせねえ。それすら否定してゴリ押しすんなら他の誰にも譲らねえ。幼馴染として、そして今度こそ嘘だの、齟齬だの、矛盾だの、今目の前にいるお前を。こうちゃん、こうちゃんだもんね。私のことだってどちらも何とかしようと、それでこそ私の。だったら私も全力で応えてあげる。そして偽りの中で世界を、みんなを、こうちゃんを永遠に閉じ込めてあげるから。正真正銘、みんなどうか力を貸してくれ当たり前だ。全身全霊でいきます。敵戦力の分析を開始する。防御結界を展開します。しおりを取り戻そう。援護は任せろ。この一戦乗り越えましょう、時坂君。もちろんだ。どうしたの？アーキングクライシス！
の地で因果が紡がれる。最高レベルの管理者権限エリアってわけだ。来るぞ。私は暗き災いの神器、因果をもてあそびし虚ろなる者。さあ始めよう。全部私が飲み込んであげる。綺麗だけど。女相手だが全力を出させてもらうぜ。これが最後よ。あれからしおりさんを解放する。ああ絶対に負けるわけにはいかねえ。待ってろしおり。こうちゃん、みんな、どうか私を。ほらほらほら。
だいけるぜ。エクステンドギア。よかった、これでしおり。消えていく。アスカたちは大丈夫、転移させたからきっとすぐに来るはず。そうか。でもいつの間にか呼び捨てにしてたんだね。おお、ちょっと焼けちゃうな。アホ、そんなんじゃねえよ。まるで夜明け。うん、そうだね。暗い夜は終わって、またお日様が昇る。おーい、時坂君、しおりさんも。よかった、二人とも。あいつらみんな無事だったかと。こんなところ見られたら何言われるか分かったもんじゃね。でもちょっと安心かな。こうちゃんにはみんながいるもんね。なんだよそれ、なんで光って。おいしおり、やめろよ、冗談きつすぎだろ。これでよかったんだよ。私が消えたら嘘も消える。長かった夜もようやく明けるから。いいわけあるか。取り戻せると思ったんだ。嘘でも何でもいい、お前とずっといられる日々を。森宮だけなら大丈夫なんだろ。みんなで協力して何とか工夫してお前が居続けられるように。そんな嘘は。それに私がそんな風になったら、こうちゃん森宮から絶対に。それのどこが悪いってんだ。父ちゃんは仕方ないな。こいつは。しおり、嘘ですよね。しおり、ありがとう、柊さん。
からもお願いしても。わかったわ。やめろ。そんなのないよ。せっかく友達になったばかりじゃん。ありがとうリオンちゃん。これからもいい歌いっぱい歌ってね。やめてくれ。ソラちゃん、美月先輩、篠宮くんに、高畑先輩、五郎先生もコウちゃんを助けてくれて、しおりさん、倉敷。そんなことないです。世話になったのは。あんたがいなくなったら、コウ先輩はどうなるのさ。涼太くんに今までずっと仲良くしてくれて、これからもこうちゃんと仲良くしてあげてね。当たり前だろ。僕の方こそ仲良くしてくれて。やめろって言ってんだろ。父ちゃんを見守ってる。きっとどこかで会えるから。またね、こうちゃん。